はその余裕を改めることはできた。席。訓練となれば普段の関係なんて関係ないよ。そうじゃのう、少々余韻に浸りすぎておったみたいじゃ。じゃが優しいのう、カナ様は、わざと攻撃を当てないとはのう。当然だよ、不意打ちで勝っても何の意味もないからね。嘘だ、今私は本気で狙いに行った。でも当たってなかった。そうじゃのう、ならばわらわからもしっかり攻撃せねばいかんのう。まだ行くぞ、カナ様。どうやって私の背後を取った？速さじゃない、ダメだある。来た、見えてるよ、今度こそ外さない。消えた、次。さすが花様、まさかに激怒でもうこの攻撃に対応するとはのう。あいにくそれに似た技はかなり受けてるからね。この身でっか止めりやから。地球王、地球連続。自然支配でよくリアされた。強いのう、同じ自然支配、思っておると効果は相殺されるんじゃのう、知らんかったわい。やっぱりだ、敵も自然支配、持ってた。ということはさっきの攻撃も無傷か。この情報は初めて知ったのじゃ、自然支配とは便利じゃのうかな様。まさか敵も持ってたなんてね、自然支配。わらわも元は詩人、詩という自然を司る神である進化先は同じなのかもしれないのう。じゃが、そこから各自別の能力を持っているようじゃがのう。そうだね、もしかしてさっきの攻撃に使ってたやつかな。さあのう、もう一度自分の体で感じてみるんじゃな。さあ、どう来る？そもそも敵は詩人の中では現武 G と同じサイコさん、実力はどうあれ、経験という分野では圧倒的上。圧倒的経験を携えて若返った敵、油断はしない？え？ではカナ様が得意とする自然系はなしで行くのじゃ。やりづらいな、状況を無理やり変えられてる。しっかり構えていたら、気づいたら倒れていたり、飛ばされてると思ったらすでに床に伏せていたり。もしかしてそれが敵の能力。現状を変える、改変、する能力。やっぱり、またいきなり飛ばされてる。やるわね、自然がつかないとはいえ、障害物に当たれば傷はつく。自身も自然支配を持ってるから限度がわかってるってことか。さあカナ様、自身の能力に頼れなくなった時、どうするのかのう。見せてもらいますのじゃ、カナ様の成長を。なるほどね、これは立派なロイド対策ってわけだね。ロイドだけではない、バハートというオナゴ対策でもあるのじゃよ。バハートは相手の得意分野を潰してから自分の得意分野で戦う、必然的にカナ様が不利な状況が出来上がるのじゃ。そこまで見越してってことか、なら大丈夫だよ。ほう、なら今カナ様はこの状況を打破できる術を持っていると。あるよ、そもそも自然支配封じはそこまで私にとっていたくないよ。ハクだって自然支配持ってたからね。それでも私は実戦で白に負けたことがない。それらを超越する術を持っているから。ほう、それはぜひわらわにも見せてもらいたいものじゃのう。まあ、ちょっとずるいと思って使わなかったけど、見せてあげるよ。そうじゃのう、ならば見せてもらおうかのう。私の本命は、自然支配、と、秩序支配。独自のルールなんて私が許さないよ。私が絶対なんだから。さて、想定をはるかに超える世界でどうあがく。今のはちょっとずるいから直すよ。能力負け。じゃのう。敵、落ち込んでる場合じゃないよ。もう敵の改変は私の秩序が許さない。そして私はハンデとして次元は使わない。なら残るは単純な実力勝負、でしょ。そうじゃのう、なら互いに。そう、もう次は当てるよ。選んで、続ける、それとも降参。続けるなら何度も傷を癒して、無理やりにでも殴り続けるよ。メリアの教えでね、対象よりまず何より、心を壊せって言われてるの。抗うことも、挑むことすらも起こさせないほどに、絶対に今後一切自分に勝負事を挑ませないほどに心を壊し、印象を与えろってね。降参。なのじゃ。そう、さすが敵、賢明な判断だよ。痛いのう？少しは年寄りをいたわらんか。ごめんね、関、でも実戦ってそういうことだから。そうじゃのう、じゃが嬉しいわい。まさかこのわらわが能力、体術において完封なきまで倒されるとはのう。特に改変支配をまさか完封されるとは思わんかったわい。まあ、それに関しては白にも言われたけどね。白は、時空支配、混沌支配、自然支配、の3つだけど。時空支配は私の次元と相性最悪だし、混沌支配は私の秩序支配と対極の能力だけど、私の方が上だから秩序が勝つし。自然支配はわらわのように相殺してしまう、助
確かに白には血と荷が重いかもの。白と当たるかもなのに情報を。安心せい、月下には黙っておく。月下と白が戦うのなら正々堂々と戦ってほしいからの。まあ、互いに一回戦を勝ち上がらないとだけどね。でもどう、敵から心配は消えた。能力に関しては問題なしじゃ、並大抵のものが次元支配を突破できるとは到底想像がつかんからの。じゃが体術は別じゃ、正直、わらわは詩人の中でも体術という分野では一番弱い、能力は一番だったがの。じゃからわらわ基準では何とも言えんの。ロイドという男は身のこなしもわらわとは比べ物にならん。なら大丈夫、近接戦はメリアやパト、せっかや白と戦ってきたんだから並大抵の近接なら負けないよ。そうか、なら安心じゃわい。ほら、戻ろう、もう疲れたでしょ。そうじゃのう、カナ様、案内してくれるかのう。じゃあ、パトたち以外と関連したら気まずいな。硬いわね、私の攻撃が一度も通らないじゃない。月下ちゃんはね、頑張りすぎなんだよ。言い方を変えたらお利口さんなんだよ。正々堂々と常に意識しすぎてる。ぶっちゃけその概念捨てた方がいいと思うよ。ならどうすればいいの？そうだね、もっと卑怯でもいいと思うよ。ネルー、ちょっと来てー。どうした？見える。ちょっと私と戦ってみてよ。ネルの戦い方を月下ちゃんに見せたいんだ。ほう、なら遠慮なく行くぞ。ミエルの守備は硬いからな。文句言うなよ。今は言わないよ、後で言うけど。ネル、攻撃の究極系、ミエルちゃんの守備はどう超える？今の私に負けたら恥ずかしいぞ。能力使えなければ、ミエルより力も出せないからな。そうだね、でも今ネルを倒したらミガドルエデンに帰った時の土産話にはなるかな。そうか、なら土産はたくさん用意しておかなければな。さて、穴もできたし、この天地をどうしてくれようかな。そうだ、ホテルからもらってきたゴミがあるんだった。ネル、嘘だよね。そんなことしないよね。ミエル、戦闘とは非道なものだ。美学を求めてる時点でお門違い、それを教えたいのだろう。ならば、この非道な行い、心よく受け止めるといい。やあ、ゴミだあ、やあ、なんで赤ちゃんのおむつ。いやあ、ちょうどホテルの従業員が持っていたからな、一つだけ奪っておいたんだ。天使の羽のような軽さみたいな歌い文句だが、どうだ、お前の羽のように軽いか。わからないよ、というより臭い。さて、私でもミエルをこの穴から出させないくらいのオーラは扱える。降参するか、赤ちゃんの落とし物と仲良くするか、どうする、お天使。この物をネルにぶつける。うわ、匂ってきたな、帰ろう。ミエルより力がない私が勝てるわけないだろう。人選ミスだ、バカ者め。あれー、羽が引っかかって上に上がれない。いやーん、ごめんなさい、助けて、臭いよ、辛いよ、上がれないよー。あいつ、気が動転して羽をしまうことを忘れてるな。結果、もうそろそろ主様が帰ってきそうだ。ミエルは任せたぞ。わかったわ。お疲れ様です。ああ、それでは続きをやろうか。ことかにオーラ技術を覚えさせる。それだけで外戦力になる。この大会が終わるまでには完全にオーラを使えるようにしてもらうぞ、ことか。はい、少しでも早く皆さんのお役に立ちたいので頑張ります。少ない時間でしかことかの面倒を見れない。それでもせっかくの全速進だ。しっかり花咲かせてやらねばな。この大会が終わったらパト君やみんなのお役に立つんだ。もう絶対に守られるだけの存在になりたくないですからね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。